Hey、 ヤソです。ウォーフレームやっていきます。さて今回ねゾーンのビルド紹介をねしていこうかなと思うんですが、今回紹介する武器はダガーですね。なんですけれども、最初ね普通になんか CO ビルドで遊ぼうかなと思ってたところを、なんかちょっといじってたらね、めちゃくちゃぶっ壊れたなんか像が出来上がっちゃったんだよね、気づいたら。なんでねせっかくなんでちょっと紹介していこうかなと思います。そう、名付けて自殺ダガー。さてやっていきますか。で今回喋る内容ね結構多くなっちゃうと思うんで、結構飛ばし飛ばしになっちゃうと思うんですが、で今回使ったパーツはバラ、そしてカワスって読むかな、次ってエクアナルハングということで、まあ基礎ダメージベースで、ビルド組んでみました。まあパーツ組んでみました。でステータスもね、重視してちょっとビルド組んでみたということで、あの最初ね CO 特化ビルド的な感じで作ろうと思ってたんだけど、気づいたらなんかやばくなってたんだよ本当に、といった感じで。で次ステータス見ていきますか。こちらです。基礎ダメージが110ということで、結構高めに、作れたのかなダガーの中では。で次、そうだね、状態異常確率 25%、 これはもう CO とかなり相性がいいね。で次、クリティカルチャンス、14%、 そしてクリティカルダメージは2倍ということで、これはまあまあまあいいんですよ、 この数値に関しては。なんですけれども今回紹介するのはね、ここじゃない、ここじゃない、アルケイン。まあ、今回ね使ったアルケインなんですけれども、こちら、コンタギオンですね。まあ感染の、アルケインということでイベント限定なんですけれども、これねめっちゃ強いね、やばいね。ダガーとめちゃくちゃ相性が良くて、なんかねよくわかんないダメージを叩き出すんだよね。で、効果の発動条件としてはですね、まあバレットジャンプもしくは二段ジャンプの後に、空中アタックですね。でこのね、アルケインをつけるとちょっとね、あの隠しステータス的なやつが付与されて、実はねスラムアタックのその範囲、発動範囲がこの角度ね、これね、これが、15% 減少するんだったかな。だから結果的にねこのジャンプアタックがすごいやりやすくなるっていう感じの、アルケインですかね。で、効果なんですけれども、感染のダメージを与えると、で基礎ダメージ、そしてモッドの影響をしますかね、属性のモッド、そしてクリティカル関係のモッドが影響すると。ただしアコライトはどうやらね影響しないみたいなんですよね。まだね全然調べきれてないんだよね。なんですけれどもめちゃくちゃ強いねこれ本当に。ただし、この空中アタックした後に変な飛ばすんですけれども、着弾点にね爆発と、さらにその爆発は、距離減衰を受けて、さらに、なんだっけあれだ、全然回んねえな、あそう、自爆ダメージが発生してしまうので、ちょっとね気をつけた方がいいかなと思います。ただしこれね回避方法を思いついて、ま失敗した。まあこうやってね生身を出すっていう作戦なんだよね。当ててやる。ほっ、来た来た、当たった。さてビルド見ていきますか。 PPP、 そして P フューリー、プライムド毒で60属性3枚からの即死ダガー、そしてトゥルースティールですね。トゥルースティールなんですけれども、普段使いだったらまあ使わなくていいかな、オルガンシャッターとかの方がいいかなって思います。なんですけれどもコンタギオンをつけることによってね、まあコンタギオンも一応クリティカル確率あるんで、できるだけクリティカル発生させたかったっていうのもあるんですよね。で次即死ダガーモッド、これはねまあダガーだったら絶対つけといた方がいいかなっていう感じのモッドですかね。基礎ダメージが上がるんでね、これつけるだけでも普通に殴るだけでも強くなる、プラス即死も、発動するんでね、かなり便利かなと思います。でさらにねこのコンタギオンにこれどうやら乗るみたいなんだよね。で普通だったらまあそうだね、トゥルースティール、そして60属性を抜いて CO とかつけてもいいんだろうけれども、コンタギオンは CO 乗らないんですよねどうやら。なんでねこんな感じで、まあ、コンタギオン特化ビルドということでかなり強いですこれ。なんかねいろいろ遊んでたらね本当にコンタギオンがアホみたいに強くなって、ほんとこれやべえなって思ってちょっと紹介したんですけれども、やっぱねこの毒のプライムドモッドが出てくれたおかげで本当にコンタギオンが火力上がったなみたいな
感じですかね。でこのねあのスタンスなんですけど、まあこれがいいかな、これつけることによって、コンボで即死でも発動できるんでね、はいといった感じです。これ強いですね。ちょっと後で紹介しようか。さてまずはコラプトボンバード50レベルで、だいたいソーティーの1より低いかなぐらいの、敵のレベルですかね。まあ惑星開拓の最高レベルぐらいの、敵の強さということで、まずはねコンタギオンをちょっと見ていこうか。まあダブルジャンプしてからの、空中アタックということで、まあこんな感じでね一撃で倒せるんだよねコラプトボンバード。コラプトボンバードって結構硬いからね敵としてはすげえな。しかもねこれ実はまだねマックスじゃないんだよね、10個つけてないんだよね野草。まだランク3なんであと、4つ集めないといけないんですけれども、まだ作れてないんですよね。なんですけれどもこんだけ火力出せるといった感じでかなり強いね。1万ダメージとか余裕で出るからねこれ、やばくないこれ。普通にマックス付けだったらさらにこれ以上火力上がるってことでしょ、めっちゃ強いと思うんだよな。ただしコンタギオンはねあのコンボの、倍率影響を受けないので、はいちょっとねまあ火力はこれ以上期待できない、ランク10じゃないと期待できないかなっていう感じなんですよね。ストーブうるさいぞ。まあコンタギオンは自分でちょっと10個集めて、まあこんな感じでね属性モリモリプラス、即死ダガーもっとつけてからの、クリティカル関係上昇させたビルドをちょっと自分なりに組んでみてください。はいダガーが結構おすすめかなと思います。じゃあ次はスタンスちょっと見ていこうか。まあこのねダガーのスタンスめっちゃ強いんだよね。あのダウンも取れるプラスコンボでちょっと敵弱すぎて削り切っちゃうな。即死発動できるんだよね、フィニッシャーかけれるんだよね強制的に。まあ今みたいに若干なんか壁ちょっとすり抜けちゃったけれども結構ねこのスタンスはマジで強いね。強制的に発動できるからどんなに強い敵だろうがフィニッシャーさえかけれれば、はい今までだったらイクイノックスとかアイバラで無理やりさなんかまあ CC かけてステレス扱いにしてフィニッシャーかけてみたいな感じでやってたけれども、このスタンスがね追加されたということでね結構簡単にフィニッシャーかけれるようになったからすごい強くなったねダガーが。さらにコンタギオンともねこうやって相性がいいからね即死ダガーでモッドでね基礎ダメージが追加できるんでね、はいかなり相性がいいかな。しかも、ダガーなんでねこういう風に空中アタックが結構なんて説明したらいいんだろうな、隙がなく動けるからね、ポールアームだったとかだったら結構隙があるからね、はいといった感じで、以上野草でした。またねバイバイ。